と。ふぅ。君誰？僕のファン？それとも取材？ちゃんと事務所通してくれた？ごめんね、僕急いでるんだ。ファンレターだったら事務所に送っといて。じゃあね。イッフー！ベリタの検索お願いします、ね、ようこそ。本日ついに待ち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 に待ったあの撮影ができるということでね、もうタイトルとサムネで分かってると思いますけど、等身大スパイダーマン開封動画よう響くな。ここは実はですね、僕スパイダーマンの最新映画スパイダーマンアクロスザスパイダーバースの公式サポーターに選ばれてしいただきまし、だしまいしまいました。ありがとうございます。まさか、まさかだったんですよ、本当に。なんと特別に僕のスパイダーマンバージョンのアイコンをね、公式の方が書いていただいたりとか、とんでもなくね、名誉な文章につかせていただいたわけなんですけども、今回開封するのが、最新作のアクロス・ザ・スパイダーバースのマイルス版のスパイダーマンではなく、トム・ホランドさんのスパイダーマンなんですね。インフィニティ・ウォーの時に着てたアイアン・スパイダーというね、めちゃくちゃ好きでフィギュア持ってるんですけど、それの、等身大1分の1スケール？なんだっけな、ちょっと正式にちょっと情報言っていこうかな。すごいんですよ、マジで。1分の1スケール、アイアンスパイダー。なんとですよ、サイズ、高さ、約192センチ。幅、約97センチ。奥行き、約108センチ。全世界限定299体スペシャル機能、ライトアップ機能が搭載されていて、そのお値段、なんと、140万円確か僕は2021年の12月かな、そこで受注が始まったんですぐに買ったんですよ。そしたらね、届いたのがなんと2023年の4月というね、どんだけ待たせるねんという、注文してから実に今1年半が経過した状態でもうワクワクしているということでね、さっさと開封していきましょう。もういても立ってもいられない、奥の方にしまってるんでちょっと取りに行きましょう。はい、ここがね、実は東海オンエアの倉庫なんですよ。なんで東海オンエアの倉庫に置いてあるかっていうと、でかすぎて家に入らなかったからというね。ここにゴロゴロとなんかいろいろあるじゃないですか。これは東海オンエアミュージアムで並んでたあの僕らのどでかいあれです。はい、あれなんですけど、あのね、多分見た方いっぱいいると思うんですけど、あのどでかいやつのこの奥にいるこのどでかい箱、これこそが1分の1アイアンスパイダーの箱でございます。よっ、おー出てきた。はい、見てください。これもうただの段ボールと思われて捨てられちゃかなわんからね、開けるな鉄や宝ということで守られていました。1、2ヶ月ぐらいの間かな。このまま一旦持っていくか。はい、ということで持ってきました。でかすぎ。この箱がね、相当頑丈なんで、ちょっと今しかできないことやっとこうかな。段ボールの上に試しに寝てみてサイズ比較。僕178.2センチで、その男がこの箱の上に乗るとこんな普通に人がまんま輸送されてきてると思っていいぐらいのサイズ感。この真下に同じ感じでいると思うとたまらない。しばらくこれでいくかもしれないと言ってる場合ではなく、サイズ開けたい。しかしでかすぎてね、かなり大変そうだということで、こんなこともあろうかとバディのたけし君をね呼びつけておいたので、ちょっとお願いします。こちらへよろしくお願いします。よし、開けましょう。これをはい、せーの、よいしょ。空気が、空気が、よいしょ、出たー。やばすぎ。こんなかっこいい箱を俺は見たことがない。マーベルスタジオアベンジャーズインフィニティウォーと、上に何か黒いファイルがあります。特別なご案内とかそういう系なんじゃないの。今回の梱包は私山口が責任を持って担当いたしました。山口さん、ありがとうございます。お送りしたアイテムがあなたのコレクションに加わることを大変嬉しく思います。またのご利用心よりお待ちしております。次回作のパンフレットとかなんじゃないですか、これ納品書やんけ。ただの納品書やっけ。パンフレットとかじゃなかった。ちくしょう。もう箱のね、ここの、なんていうんですか、この開閉というか鍵のところ、重厚感、えぐい。こういう関係ない箱からもね、喜びを増してくれるのが素晴らしいですね。そしてこっち側の面に書いてあるんですけど、エディションナンバー299分の126ということで、僕のこのスパイダーマンのシリアルナンバーは126なのかな。世界に299個でね、番号も分かっているという。開けますか。ちょっと開けていきますね。ここのこれ、これがペコペコしてて、多分回すのが、はあ、外れた。これをもう全箇所外せばいいんだ。はい、
全箇所外れました。左右に取っ手があるので上に上げればお披露目。じゃあいきますね。1分の1アイアンスパイダーお披露目。じゃーん、思った、おっといない、あるあるのパターン、このサイズでもやってくる。もうシンプルに台座と本体が入ってるっていう感じ。もう説明はそれだけだ。あとここにアダプターと、まあ、なんかが入ってますよっていう、これが電源のアダプターですね。これなーに、これ、え、なんだこれ、本当になんか手袋つけててよかった系のものじゃない、これ。これは一体何なのか、じゃじゃん、え、すごいすごいすごい、木の盾だ。クイーンスタジオ、アベンジャーズ、インフィニティオー、アイアンスパイダー、ライフサイズスタチュー。ライフサイズってもしかして等身大ってこと？もうこの商品を買ったよっていう木の盾をいただきました。やば、嬉しいね、こういうの。トーカーもやろう、あなたこれ買いましたねっていう照明の木の盾。ちょっとマジ永久保存すぎるこれ。ということでだんだん恐れ多くなってきましたが、ついに本体、緊張するわ。開けちゃいましょうかね。外しちゃいますよ、せーの、よいしょ、出たー。ついに人型がこうなってるとちょっと怖いけど、1分の1のアイアンスパイダー、じゃじゃーん、あー、すっげー、うわマジでスペース、すごい、うわちょっとすごいよこれ、すごいよ、めちゃくちゃすごいよこれは、すごいな、すごいしか出てこないけど、思ってたよりすごい。頑張ってきてよかった、あー社会ありがとう、世の中の循環ありがとう。さあこれね、どうやって出すか問題、非常に怖いんですけど、頑張って持ち上げるしかないな。ちょっと待って、重すぎる、よいしょ、上がった上がった上がった、いくらなんでも重すぎるだろ。ちょっと待ってよ、これこっからどうしたらいい、一回もし、はい、一生このままかもしれん。せーの、ちって足をそこに丁寧に置いて、で受け取ってこれを、で、すぐ降りて、オッケー、うわーすげー、一旦立った、マジで汗かいたし、いや、いろんな意味で熱っ、光当たるとかっこよすぎない、かっけー、何これ、いや、ここで満足していられないんですよ、台座つけないとやっぱりね、一旦だけ閉めてて、このまま、はい、常にこうしといてください。はい、わかりました。本体が入ってた、これを開けたらきっと台座が入っているはず、じゃじゃん、うわっでっけえ、ちょっと待って、なんかキャプテンアメリカの盾ぐらいかなと思ったらバカでけえやん、これも全ての規模がやばい。土台がこちら、うん、かっこいい、かっこいい、ヒーロー好きのこと分かってる色だなこれ、よいしょ、ということで土台が出ました。あとこいつを差し込めば完成ということで、左の足にね、すごいね、慎重に差していきましょう。いきますね、せーの、お、あ、来た来たー、ということでこちらが1分の1アイアンスパイダーです。もう最高、150点。実はこれで完成じゃないという、特別機能ライトアップをね、ちょっとやっていこうと思いますよ。後ろに電源のやつがあって、右側に挿して左でスイッチオンという感じですね。さあ準備ができましたんで、一回電気消してつけてみたいと思います。いきますね、3、2、1、点灯、うおー、
足元でしょ、すね外でしょ、腹の横と脇の下と肩と手首2つと手のひらと、そして目、夜飾っときてー、これで、いや、やばすぎるの夢だったというかね、最初も僕来てましたけど、本物っていうのはやっぱね、上がるわけですよ。彼もう本物だと思うのでね、本物の横に僕もちょっと同じ格好で並んで記念写真をね、撮りたいと思います。装着していきます。どうですか、多分本物と並ぶとだいぶチープに見えるかもしれないですけど、憧れの本物と並ぶことができました。じゃあちょっとこれで写真撮ってください。はい。背筋がすごい。この写真の俺のミニチュア感半端ないな、なんか大満足。はい、ということで今回ね、このアイアンスパイダー1分の1サイズのねフィギュアの開封ということで、最高のね商品を買うことができたわけなんですけども、いろんなヒーローの中でスパイダーマンが一番好きなんですよ。そんなスパイダーマンのねこの商品買うだけでも本当に嬉しいんですけど、なんとスパイダーマン最新作スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースの公式サポーターに就任しました。本当にありがとうございます。マジで光栄です。今予告が流れてると思いますけども、今年の夏世界で最も期待されている作品ってことでね、前作はねアカデミー賞も受賞してるんですけど、まさにスパイダーマンのね歴史を変える作品でした。実は僕ね公式サポーターということで先に映画を見させていただきました。今までもね本当スパイダーマンってこう孤独で一人戦って、時にはね守りたい人も守れず、本当いろいろな悲しみを背負ってるんですけども、それどころじゃない話、本当にね王道のね、もうそれがスパイダーマンだ、それが見たかったんだっていうね、スパイダーマンが能力を得てヒーローとしての苦悩があって、それを乗り越えてみたいなね、王道のストーリーが最高なんですけど、スパイダーマンの古き良きというかね悲しき運命みたいなところをぶち壊していくというね、新たな挑戦的な作品で、今までなかったスパイダーマン VS スパイダーマンというね新しい展開で、とても重厚なストーリーとすごすぎる映像、驚くようなね展開、予告で流れてるこのド派手なシーンのその先がね僕的にはもうほんとすごかったなっていうところなんで、もうネタバレになっちゃうんであんま言えないんですけど、もうぶっちゃけな話言いますよ。ノーウェイホーム見た皆さんね、もう最高だったけどこの先どうすんねんってね思った方いると思います。僕もそうでした。なんとそれ超えてきました。もうスパイダーマンまだまだここからだったのかというね、そんなワクワクドキドキの最高の映画になっておりました。今回ねもうアニメだからこその表現で実写を完全にこう超えてきたなという、そういう革新的な映画になっておりますので、皆さんぜひ劇場でご覧ください。もうネタバレ言えないんで、もう僕はこの辺にしてね、みんなが見た後に感想を共に語り合えるのを楽しみにしてますんで、話は映画見てからにしましょう。くれぐれもね見た後にこのコメント欄でネタバレ書かないようにしてくださいね。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。